市役所アレクサンドロフスカドウリブルガスは、ブルガリアの国会沿岸の都市。ソフィア、プロブディフ、バルナに次ぐ、4番目に人口の多い都市である。ブルガス州の州都であり、当地の工業と交通の拠点である。ブルガス国際空港は、ネセバル島の国会沿岸のリゾート、継承地への接続点となっている。2006年9月の人口は205,821人。 北緯42度30、統計27度28。ブルガスの前身となったのは古代ギリシア都市のピルゴスでアポロニアからの入植者により建設された。この地の他の重要な入植地に対する軍事的な観測地としての目的であった。今日のブルガスはピルゴスの他に古代の3つの入植地、カスティアシオン、スカフィダ、ロソカストロンを含んでいる。中世には ピルゴスと呼ばれる小さな要塞が建てられ、監視塔として用いられた。17世紀になってアヘロピルガスと呼ばれた入植地が現在の地域にまで広がった。後にブルガスと名前を変えたが、1878年にオスマン帝国から解放された時は、住人は約3000人で、ほとんどはギリシア人だった。やがてブルガリアの国会南岸における、 中心都市となり、産業と貿易が発展した。多くの石油科学会社が建てられた。塩と鉄も産出され、海外に輸出された。1903年には鉄道駅が開業し、市の発展に拍車がかかった。他のブルガリアの都市とは異なり、ブルガスは共産国的な都市開発の影響をあまり受けず、19世紀や20世紀初期の建築物を多く残している。 ブルガス基礎自治体には、その中心である、ブルガスをはじめ、以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧、ありがとうございます。